M1、キングオブコント両方のファイナリストになって周りの反応っていうのは変わりましたか？変わってないと思いますね、あんまり。 M1 はまあまああれですけど、その2年連続で、まあ、すごいなみたいなとか、まあ、いろいろありますけど、なんか、まあ、当然まあ2年目、2回目は狙ってくるんやろうっていうのが当たり前ですけど、キングオブコントに関しては初めてやったんで、狙ってるもクソもないじゃないですか。本気でやってるかどうかも周りは分からへんみたいな。漫才師って結構漫才ばっかりやってる人で、一応出とこかいなみたいな人結構多いんですけど、それやったら別にね、まあ、出んでもええしみたいな感じになるじゃないですか。なんでめちゃめちゃ狙ってるってあれですけど、むっちゃ結構普通のコントをいつもやってる人と同じぐらいの、それがよく分からないんですけど、俺はコント師やからとかいうのもあんまりよく分からないんですけど、漫才して関係なく普通にめっちゃやりました、ね、練りましたね、自分で。練るって言ってもネタ合わせはほとんどしてないですよ。ほんでやって受かった時に周りが宝くじ当たった的な感じで言ってきて、いやそんな適当にやってへんしと思って。漫才とコント、どっちが好きといえばどっち？漫才しかやってないっていうあれやから、でも、まあ一応漫才なのかな。漫才でも、もう好きっていう感覚はありますけど、たまにですよね、もう好きっていう感覚が出るのはもうほんまたまにですよね。しんどいし厳しいですよね。もうなんかいちいちパッてネタできて、昔だったら何も考えてないですけど、これ M1 も絶対あかんわとか、時間がとりあえず長いしとか、いちいち考え出したらもう鬱陶しいですよね。だから漫才はしんどいとこ、だから M1 の10年過ぎたら多分だいぶ漫才の方が好きになるんちゃうかなと感じはありますけど、今んとこほとんど一緒ぐらいですね。というかまあどっちでもいいかなっていう感じがある。俺がどっちが好きであろうかどっちでもいいやみたいなとこもちょっとよう考えたら、あんま言いたくもなかったですね、それよう考えたら。